関さん、あわありがとう、こうすけのグーありがとう、りょうくん会いたいありがとう、なおさんだるまさんありがとう、ぷーたさん短冊ありがとう。そうめっちゃさ前髪さ伸びちゃったけんさ、すっごい長くなっちゃったね今ほら見てこれ。だから今日はねこうやってました。そうこうやってね横に流してたの。ケイシチンさん、ナルマさんありがとう、ソーダさんハートありがとう、トヨタさんあわありがとう、写真撮らずにご飯食べた、うっかりあずみ。そうなんかそうそのね公開収録終わった後にくるくるとさっきご飯行ってきたんだけど、みんなにめっちゃねすごい美味しいねおしゃれなね食べ物食べたんですよおしゃれな空間で。そうだからあ美味しい、みんなにご飯の写真送ろうと思ってたのに気づいたら完食してました二人とも忘れてた。で食べ終わってくるくると「あ写真撮るの忘れとった」っつって二人で忘れてた。ケイシーティンさん、ノルマさんありがとう、ソーダさんハート、 TY さんハートありがとう、メガバイトちゃん誕生日ありがとう、命の歌フェス神手広報の方さん、えありがとうございます、ありがとうね、クギさん短冊ありがとう、持ち肌さん、あわ、警察さん、ぬるまさん、かぎさん、ハート、神戸のマッチさん、短冊、ありがとう。え、切らんといけん、断髪式。警察さん、短冊、ありがとう。ナポリンさん、ハート、リンくん、短冊、ありがとう。マッツン、パッツン、なかなかに合ってた？ほんと？悩みどころですね。そうそう、なんか女子会コースだった、うん、女子会コースっていうやつにしました。みやこちゃん結婚してありがとう、りょうさん、たん、ああわありがとう、夢めきさんはりんくんはありがとう、たくあんさん短冊、りんくんはありがとう、ふなおさんたん、あわありがとう、ガッチさんハートありがとう、バンジャラモンスターさん短冊ありがとう、ひろっち、花束ありがとう、ガッチさんハート、フランさん、あば、チーンさん短冊、あやみちゃんハート、ティオさんトロピカルありがとう、大体した、ありがとうね見に来てくれてありがとう、2回からありがとう、嬉しいありがとう、イタリアンフレンチかな、パスタとか出てくる感じ、めっちゃ美味しかったの。フレンチ、イタリアン、フレンチ、フレンチってわかんないかも、どんなのか、イタリアンかな、そう、めっちゃ伸びるの早いよ私、ほんまに早くって、でもちょっと分けるスタイル、久しぶりに分けるスタイル行ってみようかなって思いながら、最近ずっとパッツンだったから久しぶりに分けスタイルあずみん誕生させてみようかなって思ったり思わなかったり、どうですか、ちょっとだけ、まだちょっとだけ切って、こっからでもなんかね、あのね東京行って私ね、あの家で使ってたシャンプーとリンス持っていくの忘れちゃったんですよ東京に。だからコンビニで買ったねシャンプーとリンス使ってて、コンビニで買ったシャンプーとリンスを使ってたんですよ東京生活の時に。そしたらさ、なんか髪質がちょっと変わっちゃったのか、もともとね結構私ね細い、ちょっと髪の毛の質がちょっと細めなんですけど、そう髪の毛が細めなんだけど、なんかね細めでもともと絡まりやすい髪の毛だったんだけど、なんかより絡まりやすくなったような気がしちゃって、ちょっと一回美容院行こうかなと思ってます。髪質変わった感じしてた？なんか変わったよね、自分も思うんですよ。トリートメントしてもらいに行ってこようかなと思って、あとねあれなの、あとねあのねあれなの、
なんだっけな、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 あのね、あれなんよあれから先が出てこん、あれなんよね、あのあれ、あれなんですよ、あとね、なんだっけ、あれなんよ、あ、そうそう、私ね、くせっけなんよ、くせっけじゃけん、梅雨の季節もうねうねしすぎてやばいの、本当に。今日はちょっと巻いてるんだけど、もう朝起きてうねうねが止まらんけん、ストレートパーマかけようかなと思うけど、ヘアアレンジで巻いてもらうこと多いけん悩むけどな、ストパーかけようかなと思って悩んでますね。美容院、いや、まあ美容院は、美容院行こう、美容院行こう、美容院行く日作ろう、ちょっと。そう、梅雨つらいの、え、そう、今日ね、サンヤンさん、うっかりあずみ、え、そう、私ね、今日ね、サンヤンさんと隣で席が、そう、サンヤンさんと席が隣で、サンヤンさんといっぱい話したんです。あの、うっかりあずみハッシュタグもさ、サンヤンさんがさ、作ってくださったじゃないですか。今日なんかサンヤンさんの隣に座って、久しぶり？ちょっと、やっぱ東京行ってたから、ちょっと久しぶりに会ったから、サンヤンさんとも。隣に座ったら、あれ、うっかりあずみんってもう名前がうっかりあずみんになってた、サンヤンさんの中で。あずみんじゃなくて、あれ、うっかりあずみんって言われて、そう、あずみん、うっかりあずみんって名前じゃないですよとかって言ってで、いろいろね話したんですよ、サンヤンさんと。うん、最近のうっかりあずみエピソードないのって話になって、で、こんなことがありましたみたいな話をしてたら、そうで、昨日ね、だからその3回忘れ物を仕掛けた話をしたら、そう、なんかして、そっからいろいろ話してたら、私とサンヤンさんは似てるかもしれないって話になってなんかその感覚とかいろんなものが似てる、似てることに気づきました。ヤンさん、そう、ヤンさんと結構打ち解けちゃった、似たものを感じて嬉しかったです。仲間かもしれないと思った。あ、応援ビジュアルありがとう、よかった、届いて。そう、今日は忘れ物は大丈夫。例えば、例えばむずいな、例えばなんだろう、例えば一点を見つめちゃうとか、あの私ね、すっごい一点集中しちゃうんですよ。ぼーってするのがすごい好きってわけじゃないんだけど、ぼーってしちゃうの、ぼーって。でも本当に何も考えてないの、な、本当に何も考えてないか、すっごいしょうもないこと考えながらボーって見つめるんです。そう、なんかボーじゃけ、なんかそう、考え事してても、してる時も一点こうやって見つめちゃうし、あの不意になんか、例えば目の前にあるお茶が気になったら、お茶をこうじーっと見れちゃう、一人でみたいな。だからそう、一点集中しがちって、よく周りの人に、さっき顔怖かったよって、すごいちょっと怖い険しい顔で一点見つめちゃいがちなんです。そう、だから大丈夫みたいな、病んでるのとかね悩みがあるのみたいな感じでよく心配されるんですけど、全然別にそんなことなくって、私普通なんですよ、感覚的には。そう、別にそんな何か大きな悩みがあるわけでもないし、なんかすごい、もうなんかもう、そう、ただただぼーっとしてるだけなんですけど、っていうのもが似てるって話になってます。似てるって言って、そう、
で、さやかりんさんも私たちの仲間だって話になりました。結論なんかマネージャーさんに、そのあるマネージャーさんにサヤンさんとサヤカリンさんがその ST に加入した時に、サヤカリンさんとサヤンさんは似てるって、部類が一緒だみたいな感じで似てるってあるマネージャーさん言われたらしくて、で私も ST48 入ってそのマネージャーさんと話してたら、岡田もサヤンさんとサヤカリンさんと同じ種類だって同じ種類だって言われて、そう同じ種類だって言われました。だから似てるものがある。でもさやかりんさんが森に帰りたいっていうのなんかわかるもん森に帰りたいわかるって話をさやさんともした。うん、さやかりんさんが言ってる森に帰りたいも、森に帰るっていうのもなんかわかるよねっていう、なんか言いながら、変わってるんかも。普通なんだけどね、普通なんだけど変って言われます。変って言われるの、変じゃないんだけどなと思うけど、めっちゃ普通。そうで、さやかりん、さやさんと変って言われるけど、自分たちからしたら全然普通、誰よりも普通だと思ってて、自分は無個性だと思ってるっていうのも一緒だった。自分も自分無個性だと思う、個性がないからどうしようって思うけど、人にはそんなことないよって言われるっていうのも一緒だった。あ、すみません、普通なんよマジで普通だと思う、ほんまに。私うん、ほんまに普通だと思う。もう私もマジで普通だと思う。そう、メルヘン、メルヘンなんかも、あすみはどこに帰りたい。私はね、竜になりたい竜になりたいって言いました、今日もさやん。竜になりたい。でもさやんさん共感してくれた、私のこの感覚。私は竜になりたいですって言ったら共感してくれました。MBTI 診断はね、さやかりんさんと一緒だったの。そう、それが、そう、さやかりんさんと MBTI 診断一緒なんですよ。私、サーヤンさんもね、聞いたことないけど分からんけど、サイカリンさんと一緒だったの。だからやっぱり似てるわ、あながち間違いじゃないんだって思った。うん、そう、こんばんは。え、来て個別撮影、嬉しい。え、アズミの個性ってどんなこと？なんだろうな。なんか特徴が、個性ってなんだろうな。そう言われると確かになんだろう。なんか強み、強みかな、その人が持ってる強み。かな、え、なんだろうな、個性って。その人にしか、その人にしかない強みみたいな。その人らしさ、
その人らしさかな、その人らしさが個性かも。こんばんは。小動物っぽいわね、言われますね。小動物っぽいわ、言われる。そう、こんばんは。もりゃん名前ありがとう。安住の個性はダッシュ。なんか嬉しくない個性ダッシュ嬉しくない。レマネーズカシ、嬉しい。そう、他にもねいっぱい可愛い写真撮れたから、また送るね。でもあのジュースとの写真しか撮ってないの、うっかり安住してた。まあ確かに身長は個性なのかもしれない。おっちょこちょい、おっちょこちょい、うん、うっかりしてる。でもね、なんとかね、私ね多分ね、おばあちゃんが結構天然系なんですよ、うちの家系って。そんなイメージがある。だからちょっとおばあちゃんが、おばあちゃんから来てる血かもしれない。おばあちゃん一個めっちゃ面白いエピソードあって、私もねすごい好きなんだけど、あのおばあちゃんの天然エピソードなんかね、これ話したことあるかな、なんかおばあちゃん家で お泊まりしてた時にね、おばあちゃんがゆず風呂を、今日はゆず風呂にしようって言って、ゆずをネットの中入れてゆず風呂にしてくれたんよ、その日のお風呂をね。でそのでゆず風呂にするんだけどさ、ゆずがさこうずっとお風呂に使ってたらさ、中がさこう中の種とかもさこう外に出てきちゃって、ネットから出てきちゃって、そのゆずの種がねあの湯船の中に浮かんどったらしいんだけど、そのお風呂におばあちゃんが入ってきて、入って出てきて、出てきた時の一言が誰かの歯がお風呂に浮かんどったよって言ってあの柚子の種を持ちながら誰かの 歯があの湯船に浮かんどったよって言って見せてきた時ことがあって、もうそれがもう忘れられなくて、そう柚子の種を持って、柚子の種が多分歯に見えて誰かの歯が浮かんどったよって今日やそんなことないじゃん、誰かの歯が湯船に浮かんでることなんてないじゃん、だし柚子の種なんよどう見ても。そう、もう面白くって天然エピソード、世にも奇妙に確かに歯が浮かぶ柚子風呂怖い、冷静に考えた。そう、そう忘れられない、私あのその出来事がめっちゃ前で、私がまだ小学校とかじゃないかな、中学校小学校ぐらいの時のエピソードだけど忘れられない。そう、そう、え、はってなったらしい、その柚子の種を見て誰かの歯が落ちとるって。こんばんは。
え、ギャップ、私ギャップある、え、知りたい、ギャップ、私ギャップ欲しいなって私ってギャップないなと思いながら生きてたの。でもギャップって、ギャップっていいなって思う。ギャップに憧れる。本当？ギャップある？もっとしっかりしてる。あ、そういうことね、そういうことね、しっかりしてると思ってよく言われるけど、そんなしっかりしてないんです私逆にね、申し訳ない。そう、今キャプテンとかなったからさ、しっかりしてるんかもと思って、そんなに、そう、しっかり者じゃないんですよね全然。あ、実際に会ってたら思ってた以上に、あ、でも写真とかで見ると背が高いように見えるって言われますね。でも実際会うとめっちゃちっちゃいのにびっくりしたって。あ、でもメンタル、メンタルはそんなに弱くないかも。そう、多分ね、真面目なだけなんですよ。多分真面目なだけで、真面目がなんかしっかり者なんかなって見えてるだけで。真面目にやりすぎちゃうだけな気がする。それもサンヤさんと話になった。そこも似てた、サンヤさんと私。そのなんか、変に真面目だよねってそう、変に真面目なのにうっかりっておかしいよね。うっかりしちゃうの。変に真面目なところがあるのも、そう、いろいろそう似てたの。でもサイアンさんと話してて共感が多くて、嬉しかった。やばい、男女見ます。13位、みやこうちゃん、ありがとう。12位、ラブリー48-46さん、ありがとう。11位、奈良西さん。10位、ぬしさん。9位、かぎさじななさん。8位、とっちゃんばやさん。7位、今山吉さん。6位、たくあんさん。5位、やちりんさん、ありがとう。4位、ケーセティンさん。3位、リオさん。2位、くまねパパさん。そして1位は、ともちんさん。ありがとうございました。ありがとう。ありがとう。ありがとうございました。おやすみ。明日も一日頑張りましょう。明日は木曜日です。私も明日はね、レッスンが、結構久しぶりの長めのレッスンがあるので頑張ってきます。おやすみ。ありがとう。